FNS 歌の夏祭り 2014FNS 歌の夏祭り 2014FNS 歌の夏祭りはフジテレビ系列で2014年8月13日19時23時8分に生放送された通算3回目の FNS 歌の夏祭りである FNS 歌の夏祭りとしては第3回目となる今年も会場は国立代々木競技場 第一体育館で4時間を超える生放送となった。また、草なぎつよしが当番組で司会を務めるのは、これが最後となる。番組初のお盆休みでの放送となった。今回のステージの最多出演者は、小室哲也であり、トップバッターのスマップのシェイクとスマップ菅ガシの夜空の向こうのコーラス出演を含め、8曲に参加している。さらに、 全出演アーティストの中で唯一19時代、20時代、21時代、22時代のすべての時間帯に出演していた。トップバッターと大鳥は一昨年、昨年と同様スマップが担当しており、トップバッターはセイク、大鳥はトップオブザワールドが披露された。渡辺美里と小室哲也が19年ぶりにマイレボリューションで共演した。 テレビ番組で共演するのは初である。宮本エミリが出産後の初のテレビ出演を果たした。岸谷香織は、ぎっくり腰を押しての出演だった。ジャニーズ事務所からは、スマップ、山下智久、キスマイフット2、舞祭り組の4組が出演した。舞祭り組は、FNS 歌の夏祭りに初出演となった。今年は、足田アイナ、アンリ、伊勢正造、 うざきりウルフルズ、る HKT48、EXILE TRIVE、おぎのめようこ、かないかつこ、かやまゆうぞう、かわ岸とまこと、かんださやか、岸したにかおり、岸しがん、木村かえら、くりそはート、小柳幸、坂上き、さかがみしのぶ、さかきばらいくえ、GENERATIONS、しりつ中学、菅がしチームシャチホコ、つ田えすけ、デーモンかっか、本博、早見ひ人とよう、 マイ祭り組、藤井文也、南公設、メイジェイ、森雅子、森山直太郎の34組のアーティストが FNS 歌の夏祭りに初出演した。今回は全74曲中56曲がコラボレーションで披露され、昨年同様、コラボレーションが多めの番組構成で、また、今回は岸、騎士、のワンナイトカーニバルや玉木工事の伝園など、 4から6組の複数のアーティストによるコラボレーションも多かった。また、全74曲中、足田アイナの、ファイト、NMB48 の、ナギーチ、三代目 J ソウルブラザーズの、RYUSEI、EXILE t r i ブ e の、ザ・レボリューションを除く70曲が、竹部里氏音楽団などによる生演奏であった。演歌勢は、氷川清と、森雅子の2名が出演し、 この回を最後に BS ジャパンで放送中の裏番組に移行した。ゲストミュージシャンその他のゲスト音楽、演奏音楽、竹部里氏、演奏、竹部里氏音楽団。ありがとうございます。